リンリン、ハローパバレールリンバレルのリントです。はい、本日はですね、いろいろとちょっと服とかパジャマを買ってきたので、その紹介をねしようかなと思います。ちょっとアベイルとか、あとコープ札幌に入っているサンキーっていうお店とか、まあちょっといろんなお店をねちょっと今日散策してきて、でこんなに買うつもりじゃなかったんですけれども、半額とか7割引き8割引きとか閉店セールとかっていうのに踊らされて大量に買ってまいりましたので、はい、今ね帰ってきて軽くね畳んで、こんな感じで紹介していこうかなと思います。で今日の格好はこんな感じ。はい、今日のリンドさんはこんな感じ、上はこんな感じね。はい、キャスケットに最近ずっとかけてる PC レンズのね、あのブルーカットの、レンズのやつに、今日はねイヤリングが1、2、イヤーカフが、イヤリングが1のイヤーカフと、こっちにもイヤリングとイヤーカフかな、でネックレスがあって、で下はですね、ちょっとこの間買った和服はい、ピンク色の和服で、これはクロミちゃんのスカジャン、背中にねクロミが写ってます。ドンキホーテでね売ってたやつですね。でこれ鍵キーケースね、とケイトスペードのあのこんな感じの、スマホショルダー、中にはなんか香水とか入ったりしております。そう、こういうのもね、なんか紹介したことなかったなと思ったんで紹介してみております。香水とリップクリームと消毒用のアルコールと、あと口臭ケア、あと服とかね、たまにほつれた時のなんか糸をチョキンって切るハサミと、気になった時の毛抜きと、ここに鏡が入ってますね。であとはこっちに櫛がね入ってます。クロミちゃんのコーム、もうクロミまみですね。まあ今日もねクロミをねいっぱい買ってきた、クロミはいっぱい買ってないか、まあねクロミもあるのでご紹介していきましょう。ではねこちら、紹介していく前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、 Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらフォローお願いします。はい、ではどんな感じでやろうかな。ここに置いて、ここに置いて一着ずつ紹介していこうかな。まず一着の前に、これなんか気になって買ったやつ、憧れの食器コレクションですね。ちょっと開けていきましょう。欲しいのは、あ、もうなんかすげえ開けちゃった、開けたの言ってないから置いといて、欲しいのはねこのキリコグラスが欲しいんですよね。うちのリントちゃんのフィギュアの近くに置いときたいなと思って、キリコグラスとティーカップのセットとかかな、欲しいのは。ではまずはドン、あ、これティーカップセットじゃない、はい、これだ、ティーセット、はい、ティーセットです。ちょっと後で飾るんで一旦開けずにこのままこのケースに入れておきます。ではもう一個、キリコグラスが欲しいな、キリコグラスが欲しいなぁ。お、え、嘘、すごい、すごくない、キリコグラス出ました。え、すご、すごくない、嘘、ね、この中で欲しいって言ってたティーセットとキリコグラスが両方も引けました。他がね、白鸚食器とかクリスタル食器とか洋陶器、ポーランド、チャイグラス、伝統の和食器とかなんだけど、え、すごくない？これ二つとも出たよ。え、びっくり。後でリントちゃんのフィギュアのところに飾っておきます。え、ちょっと驚いている。はい。で、あとは今日買ったアクセサリー、これ何につけようかなと思ってるリボンです。くるみちゃんのこういくない、なんかそれこそね、こういうカバンのさ、こういうところにこうやってついてても可愛い。お、ここについてるの可愛いな、つけてみる、邪魔にならないんだったらここにつけといてもいいな。
はい、こんな感じ。え、可愛くない？え、可愛いじゃん、こうやってついてても。ほら、え、可愛くない？あ、見えてないね。ほら、可愛くない？別になんかの邪魔にもならないし、うん、いつもね、ここにね、あのこうヘアピンとさ、さっきのこのクロミちゃんのところにこういう携帯をね、そって今携帯で撮ってるからあれなんで、この撮ってる携帯をここに入れるんだけど、え、これでよくない？ここにつけとこうかな、かわいい、はい、っていうのと、あとはこれ服買った時についてきた缶バッジ、あとはこれはね、クロッカス、違う、クロックス、クロッカスはあのワンピースだ、ラブーンと一緒にいる人だ、クロッカスさん、クロックスね、会社のクロックスにつけたいなと思ってこれを買ってきました。まあ、あの開けちゃったんだけど、はい、これね、会社のクロッカスに、ちげえよだから、クロックスクロックスにつけようかなと思って買ってきました。だから、あの会社出勤したらこれつけようかなと思います。はい、あと缶バッジね、この缶バッジは飾っときます。あとは靴下、そう、道中でドンキホーテも寄ってきて、だからドンキホーテ限定でなんか和柄の靴下があって、クロミちゃんの靴下、私靴下嫌いなんだけど、実は保育園の時ずっと裸足で、そっから裸足の文化が続いてて、あの裸足が好きなんだけど、だから好きな柄の靴下だと履いとこうかなっていう気持ちになるのよ。で、社会人でさ、裸足になること、会社では靴下脱ぐんだけどね、会社行ったら靴脱いで、会社用のクロックスに、あの、履き替えて、で、履き替えるときに靴下をキュッて脱いで、で、その脱いだ靴下を靴の中にソンって入れとくんだけど、あの、でもそれでも、道中はね、靴下履くから、その時用のね、靴下。で、靴下意外とね、このゴムのところがさ、伸びちゃってさ、なんだろう、こう、かかとのところに降りてくるっていうのがある。ここを履いててさ、こう履いてて、ここに靴下あるやつがさ、こう丸まって下に落ちてきたりするわけよ。それも嫌なのね。っていうので、あのできる限り靴下は消耗品なんで、なんかそういう風になってきた靴下は新しいの買おうっていう感じです。であとは、モモンガちゃん、私のちいかわの推しモモンガの靴下。なんかね、ちょっと丸いんだけど、ちょっと丸はいいんだけど、可愛いなと思って。靴下でした。で、これは後でもうすぐあのタンスにしまうので、タンスにしまってる時はね、あのこの2足まとめてこう私はしまってるタイプなので、もうすぐしまえる状態にしておきます。 あの 変なとこね、時短しようとする。あとこれはなんかクロミちゃんの服についてきたネックレスみたいなやつ、これは多分つけないな、これは私つけそんな好きじゃないな、これな。つけてみる？好きじゃないな。これは、飾っとく。なんかどっかに。うん、飾っとく。よいしょ。で、あと、なんかね、ちょっと一目惚れして買った下着がこちら。はい、これ、ジョジョです。しかも暗殺チームのパンツ。びっくりしたの。アンチのさ、アンチだけのね、パンツが売ってんのよ。え、マジでアンチなんと思ってさ。で、しかもさ、ね、スクワールとかさ、メインどころがいるだけじゃなかったりするのよね。まあ、メインどころが多いんだけど、でも、あれだ、どこ行った？イルゾーとかね、その辺もちゃんといるし、ギアッチョいるでしょ。で、プロシュートの兄貴もいるでしょ。メローネもいるでしょ。っていう感じですね。はい、こんな感じでめっちゃ映ってるんですよ。いいなと思って。
そう、アンチ好きなんですよ。いやー、アンチがこうやっているのはすごいね。はい、ということでアンチのパンツでございます。これも多分汚くないと思うんで普通に履いちゃうと思うので、履く前のための、畳んでおきます。はい、でもう次、そう、ベルト、そう、ゴムベルトがちょっと結構最近使ってて、今もねこんな感じでゴムベルトを使ってるんだけど、着物留めるときに何着かって何本か欲しいなと思って買ってきたやつで、こういうタイプのゴムベルトが一つと、もう一つがちゃんと、ベルトのタイプのゴムベルト、こういう感じだね、こういう感じでこういう感じのタイプのゴムベルトと、もう一つが背中でねパチンって止めるタイプのゴムベルトなんですけど、こう編みになってるやつですね。これ編みはこれ上かな、上でここで、よいしょ、リボン縛りしてあげてって感じかな。違う、こうか、ん、こう、ん、こう、いや、こうな気がするな。はい、っていうね、ゴムベルトでございます。そう、これ結構私好きなんですよ。和服に合わせやすいんですよ、実は。で、和服に合わせるときに結構こういうのを使ってて、で、これがクロミちゃんにはなってるんですけど、これ中がね、こんな感じにちょっとなってて、で、よいしょ、よいしょ、どっこいしょ、こうしてやってこうか、ん、これこっちか、これちょっと最初作るのがあれだね、よいしょ、よいしょ、あ、作れた。はい、こんな感じの折りたたみできる椅子です。ここに座れる折りたたみの椅子です。そう、なんかこう旅行行ったりとかどっか行った時にこういうのあると便利だなっていうのはいつも思ってたんだけど、たまたま見つけて、そうそうそう、今回これをアベールでね見つけたんだけど、見つけた時に便利ってなって、でこんだけ便利ならね、1個買おうかなみたいな気持ちになって、でこれをこうしてやって、でこの状態でこう入れて、組み立てにね少しだけこう、うんと、これこっちで合ってるかな、うん、こっちで合ってるかなって今なりながらやってるけど、なんやかんやこうやってねすぐ組み立てれるので、これはなんかご旅行時とかにいいかなと思って買いました。よいしょ。次。これがね、クロミちゃんのシャツ。ちょっと L サイズでね、デカめなんだけど、そう、ちょっとデカめなんだけど、こんな感じのシャツです。はい。で、レディースなんだよね。で、レディースだし、しかもね、背中にこういうリボンがついてるんだけど、私大体こういうシャツって、インナーとして着て、この上に絶対、なんかシャツとか、何かを上から着るので背中を見せることはないんですよ、 T シャツをね。なのでいいかなというところでこれを買いました。ちょっとデカめなんだけどね、うん、デカめだけど全然着れるなと思って、でデザイン的にも私は好きだったので買いました。ただ首のところのね、二重にこういう風になってるのがね結構レディースっていう感じがするんだけれども、まあまあまあありかなというところです。で次にクロミちゃんのこれも総柄のシャツ、はい、こんな感じ、
こんな感じね。はい、これもね全然いいかなと思っております。まあ私は切れちゃうよねっていう感じでございます。でここから全然黒に関係ないんだけど、いいなと思ったシャツ、これは普通のワイシャツですね。なんかこういうデザイン可愛いなと思って、であとあんまりこれ白いやつ持ってなかったので、あのちょうどいいんじゃないかなと思って買った T シャツでございます。でもう一つが、まあ、真っ黒なシャツではあるんだけれども、こう真っ黒なところに何て言ったらいいんだろう、こう生地感がねこんな感じの なんて言うんだろうねこういう生地ね、ちょっとあんまり詳しくはないんですけれども、楽しくおしゃれをしているタイプなので、そういうの詳しくとかではないのでちょっとご了承いただければと思うんですけど、なんかおしゃれだなと思って、こうシャツとして着やすいなと。でしかもこれシャツ1枚 にして例えば下をねワイドパンツ、私がよく履くようなワイドパンツ系にしてもいいなと思っております。はい、でこっからが本当ね、7割引きとか8割引きになってたパジャマで、でももともとパジャマを欲しかったんですよ。でもいいパジャマに出会えなくて、なんか見ていいなと思ったりとか、あといいなと思ったもののなんかすごい高かったりとか、ってなって悩んでやめてたんですけど、なんか7割引きで7割8割引きですごい安くて、1着ね300円とかなんですよっていう状態のシャツで、おいいなと思って買ったやつでございます。1つ目がこんな感じのちょっとアロハっぽい感じのやつなんですけど、はい、こんなパジャマです。これはなパジャマっていうよりもね、結構部屋着って感じの雰囲気が漂うちょっと可愛らしいシャツとしてもね着れそうかなと思います。そこでファッとするとほら全然ねなんかアロハのシャツ的な感じでも着れちゃうんじゃないかなって思っております。ちょっとねスウェットとかで寝るよりはいいかなと思ってパジャマを買いました。はい、これが1着目で、次が2着目が結構ちゃんとパジャマらしいパジャマ、一応ねエドウィンのやつなんだよね。でね閉店セールがあって、そこのお店がちょっとスーパーに並列してるあの服屋さんだったんですけど、そこで7割引き8割引きとかになってたやつで、こんな感じのパジャマが2着目で、3着目がちょっとサイズが L サイズなのでちょっと大きいかもしれないんですけど、まあ手袖通してないんでねあれなんですけど、L サイズではあったんですけど、ちょっと気に入って買ったやつがこれ、すごいシンプルな黒で、ラインが白いの入ってるっていうパジャマで、次がチェックのタイプのパジャマ、こんな感じの、はい。でもう1着がなんかボストンテリアかな、これが写ってる、このワンちゃんねが写ってる、ちょっとチェック目の、やつでございます。の5着を今日購入してきました。トータルででも3、いやこっちがちょっと高かったからそれでも5000円ぐらいかな。はい、ちょっとお安めなお買い物をしてきました。それこそクロミちゃんのこのやつの服とかもなんかもう期間が終わっ、イベントの開催なんかコラボ期間が結構前にあって売れ残ってるやつだったんですよね。なんで結構もう割引とかになって、でジョジョのこれもなんかもう割引になってたので買ったっていう状態でございます。はい、ということでね、はい、こちら購入品でございました。はい、こんな感じでねまた購入品Vlog という形でアップしていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。でその時にねこうやって服装紹介とかもしていこうかなと思います。今ねざっくりだけ全体でお見せするとこんな感じ、こんな感じで、下はですねあの巻きスカートを履いてまして、こんな感じで巻きスカートの下は普通のワイドパンツですね。はい、ワイドパンツじゃない、これイージーパンツか、あのユニクロのイージーパンツを履いてます。その上にこうやってね巻きスカートを巻いて、で着物をねはしょって、こんな感じではしょってつけて、でポケットがこれないのでポケット代わりにポーチ、
ここにベルトを通してポーチを通して、でここにセンスと、あっちに戻しちゃったんだけど、小銭入れとカードケースですね。あとお財布、お財布もさっきあっち戻しちゃったんだけどっていう感じですね。でこっちのショルダーにさっきみたいな中身と携帯を入れて、歩いてる感じでございます。はい、っていうところでございます。まあね、またこんな感じで動画撮っていこうかなと思いますので、よかったら、こちらのチャンネル登録、高評価、そして X、インスタグラム、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では以上、リントでした。バイバーイ。